はい、どうもアンペアです、お願いします。酒井と島倉でアンペアです、お願いします。ぜひね、顔と構えだけでも覚えて帰ってください。はい、はい、というわけでまた食べ物系ですか。はい、そうでございます。今日はですね、群馬県民ならわかるだろう、キキ焼きまんじゅう大会。キキ焼きまんじゅう、何は店？店。どの店の焼きまんじゅうでしょうかと。それは分かんないんじゃない？すげえ店舗数あると思うよ。で、実際俺食ったことあるの何店舗だって話だよ。まあ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 、やってみよう。ちょっと自信ないな、それは。僕は買ってきて知ってるんで。そうだよね。俺が当てるってことでしょ。さんが当ててください。当たるか？で、見た目とかもあると思うんで。あ、なるほどね、確かにそうかもしれない。なんで、目隠しをね、はい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 、タオルしてもらって、ね、うん、食べて、どこの店かを当てるっていうのをやっていきましょう。はい、頑張ります。じゃ準備します。はい、どうも、坂井志郎です。ということでですね、多分ね、オープニングをちょっと流れて、これが流れてると思うんですけども、今日は、キキ焼きまんじゅうの企画をやりますっていう体で始まってるはずです。でね、焼きまんじゅうを、とあるお店で買ってきたんですけども、島倉さんってね、味覚がないんですよ。味覚とね、嗅覚がゼロなので、これを買ってきたんですが、本当の企画は今日ね、このね、焼きまんじゅう風バームクーヘンっていうのがね、見えないや、発売されたということで、味覚がない島倉は焼きまんじゅう風バームクーヘンを食べても気づかない説、行ってみたいと思います。ファミマで売ってました。ちょっと用意するから待ってくださいね。はいはい。何店舗ぐらいあるんだろうな、群馬。群馬だけじゃないかもしれないしね。群馬近郊の県とか地域にはあるかもしれないしね。あ、ちょっとさ、ごめん、ちょっと冷めちゃってるんだけどさ。あ、まあそうだよね。焼きまんじゅう確かにね、串から外したりとかもね、ちょっと大変だったりとかするか、ね。そう、串なんかどっちなんかなと思ったら串ついてないんだよね。串ついてないんだ。串ついてない。あ、これちょっとヒントかもしれないね。じゃあ、ちょっと手、右手を出していただいて。はい。はい、さっきのフォークね。ああ、フォーク、あ、そっか、はい、食べないで、食べないで、まだ。匂い。いや、これ誰、刺さってんの？はい、刺さってます。え、なんか結構軽いね。あ、でもちっちゃくしたんだ。あ、ちっちゃくしたんだ。匂、はい。匂いで。あ、はいはいはい。まあ、味噌の、甘じょっぱい味噌な感じの。さあ、じゃあ。結構ちっちゃい、これ。いってみましょう。そんなに匂いはしない。気をつけてね。おう。おう。わかります？わかんねえな。あのね、信号の近くです。信号なんてそれほど。信号の、それこそ山ほどあるだろう。いや、割と有名な信号の近くです。なるほどね。あ、で、そんなに遠く行けないんで、太田です。あ、なるほど。これ結構でかいんじゃない？はい、太田。焼きそば。もう売ってます。はぁ、あ、はぁ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 、いや、焼きそば屋かもしれません。おおほうほうほう、岩崎屋。正解。おーし、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 すげえ天才じゃん。あのね、十字路もね、信号有名だし、そのそばにあってね、はい、まあ、ある意味焼きそば屋ってとこが結構でかいヒントだったかな。あー、この調子でいくとね、全部わかるかもしれないね。マジで、はい。あ、でもちょっと自信ついてきたかもしれない。取んないで、取んないでね。取んないで、ね。あ、まだあんの？取んないでね。あるから。さあ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 。ちょっとね、一応垂れついちゃったんで洗って。この味がさ、繊細な味がわかんないと思う。まあまあね。一応その辺は正式にやるわけでね。はい。実際わかんないけどね、そんなに味の違いとかはさ。でもまあ1問目は正解ということで、はい、もう1個パッケージから開けるんで、はいはい、ほらパックの音がほら、そうね、やっぱさ、焼きまんじゅうってこうパックに入ってるじゃん。
はい、よく焼きそばとかが入ってるようなね、そうそうそう、プラスチックのタップ。どうどう、まあまあ、いや音からでは分かんねえわ。プラスチックのパックなの分かるけど、どこの店か分かる、それはさすがに分かんねえわ。あ、なるほど、あ、なるほど、なになになに、なるほど、なるほど。さあ行きましょうか。なになになに、はい、右手をください。はいはいはい、匂、はい、いから行きましょう。匂いから。匂いね、美味しそう、美味しそう、わかりそう。いや今のところまだわかんないね。食べていい？食べていいです。これ焼きまんじゅう。はいはい。焼きまんじゅう。焼きまんじゅうです。わかんない。え、まあ、確かに味は焼きまんじゅう感はあるけど。ほう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 。結構ね、すごい甘いんだよ。ほうほうほう。食感は？食感までだいぶ違うんだよね。まんじゅうっぽくない。え、もまだある、まだある、あるある。え、焼きまんじゅう、焼きまんじゅうです。何その最後モニョモニョするの。何、え、匂いは、匂いは、匂いもね、だいぶ甘いんだよね。だいぶ甘い、うん、うん、そういうお店もさ、あるかもしれないよね。まあまあそうだよね、それがヒントなのかもしれないよね、うん、え、食べると、食べると、うん、焼きまんじゅうっぽさがないんだよな。サクサクするんだよ、だから。え、もしかしてそういうなんか焼きまんじゅう、焼きまんじゅうってサクサクしない？サクサクあんましないよね。え、俺が知らないだけでなんかあれなのかな、そういう有名な焼きまんじゅう屋があんのかな。どこ、これヒントは、店とかは、店、うん、店の場所、場所、あの渋川ですね。渋川、渋川です。渋川の焼きまんじゅう屋、焼きまんじゅう屋ではないです。あ、さっきの焼きそば屋的なね。え、もっこいい、もうそれ全部そうやってさ、ただ食べたいからってさ、違う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 、焼きまんじゅうっぽくないんだって。わかんないふりしてさ、いっぱい食べようっていう作戦。いや、美味しいんだけど、焼きまんじゅう、あのさ、焼きまんじゅうなんかふわふわした感じあるじゃん。あ、まあ、パフパフしたね、うん、とは違うんだ。うん、これほんと焼きまんじゅう？焼きまんじゅうです。これもごもごするの何なの？なんかお菓子っぽいんだよね、なんかね、クッキーとかみたいなさ。ほう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 。何？え、ちょっともう撮っていい？これわかんないよ。撮っていい？まあまあまあ、わかんないだったらいいっすよ、じゃあもうギブアップね。ギブアップギブアップ。わ、まぶしい。罰ゲーム、罰ゲーム、ね、罰ゲームあんの？まぶしい、見えねえ。自分でメガネだから。これこちらです。何？てってれー、バームクーヘンを焼きまんじゅう風にしちゃいました。バームクーヘン？上州名物。上州名物。そんな名物あったっけ？これあの渋川のファミリーマートで。コンビニなんだ、気づかねえよ。買いました。これ何何？これなんかね、瀬田農の瀬田農林高校の高校生が考えたやつですって。へえ、でも美味しかったけど、さすがに焼きまんじゅうじゃないわ。違いました、うん、あと本物の直後に食べると、あ、余計には分かるよね、あのふかふか感がないってなるもんね。でもちゃんとほらこう串に刺さってさ、ほんとほんとほんと、見た目は焼きまんじゅう感あるよね。でさ、こっちは刺さってないから。こっちは串に刺さってないから。結構あんな、岩崎屋の方のやつも。
たださ、僕もそう言ってもこれ食べてないですよ、これ1個しかなくて。うん、だからちょっと食べてみましょう。あ、はい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 、ちょっとそれを見た上で俺もう一回食いてえわ、うん、いや、美味しいは美味しかったよ。島倉さんってさ、その味覚がないじゃないですか。味覚あるわ。味覚ないからワンチャン一回これで騙して、うん、本物の焼きまんじゅう買ってきたんだなって一回思い込ませればこれを食べても気づかないかなって。気づくわ、さすがに気づくわ。ただなんかもしかしたら俺が知らないだけで、うん、なんかそういうカリカリ焼きまんじゅうみたいな有名な店があるんかなと思ったけどバームクーヘンだなこれ。匂いもさ、匂いだいぶお菓子っぽい匂いするじゃん、うん、なんか酒っていうか、その味噌感というかはあるもあるから。ああ、このね、上のね、このカリカリのところは焼きまんじゅうのやっぱ、まあそりゃそうだろうけど、うん、下はさ、やっぱバームクーヘン、このさ、下とか、まあ、横はコーティングされてないじゃん、うん、だからさ、下から匂い嗅ぐとバームクーヘン。見てから食ったら完全バームクーヘンだろ、これ。おいしい、おいしい焼きまんじゅう味のバームクーヘンだろ。あ、でもあるね、あるあるある。焼きまんじゅう感あるよね。ある。だから俺知らなくてさ、食ったらカリカリの焼きまんじゅうがどっかの店であるんかなって思うよね。そこまでだね。そこまでだね。そこまでだね。そこまでではないけど、普通にバームクーヘンとして美味しい。まあ美味しいよね、普通に。ちょっとなんていうの、アクセントっていうかさ、しょっぱさみたいなのがさ、うん、ある。味噌のね、甘じょっぱさみたいなね。うん、あ、でも面白いね、うん。面白い。でも普通にファイマに売ってんだ。はい。へー。もしかしたら全店舗じゃないのかもしれないですけど。なるほどね。この見かけたら買ってみっかな。美味しい、普通に。普通に美味しいです、これ。うん。で、僕はあのヤフーじゃねえや。ヤフーじゃなかった。和風の和風のものより洋風のものが何でも好きなんで、うん、なんならこっちの方が好きです。バームクーヘン。バームクーヘンの方。はい、ということで今日はですね。はい。焼きまんじゅう風バームクーヘンを食べようっていう回でしたっけ。聞き焼きまんじゅうって聞いてたけどもまあ結果としてね、はいはい、これの紹介みたいな感じかな、はい、そうですね、うん、聞き焼きまんじゅうっていうか島倉の舌では気づかないんじゃないかっていう。あ、そういうやつだったの。そういう企画でした、はい、気づくか気づかないかの検証だったの、はい、で結果、気づかないっていう。気づいたわ、気づいたわまあ焼きまんじゅう味バームクーヘンだとは思わなかったけど、はい、焼きまんじゅうじゃないのは分かったわ、さすがに。でね、今後面白いんでぜひ。そうね、ファミリーマートで売ってるようなんで、はい、買ってみてください。やったらと買ってみたらいかがでしょうか、はい、この動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。笑う。